一年召集法華行員の皆様、こんにちは。今日はですね、私の所属いたします大阪の妙蓮寺でですね、令和5年の3月の21日に、彼岸会法要ですねがあったんですけれども、その時の法話を紹介させていただきたいと思います。もちろん法華行員の方だけじゃなくてね、創価会の方でも研修会の方でもですね、参考になりますのでね、一緒に勉強していきたいと思います。なかなかいいね、内容のことが書いて、ありますんでね、プリントをちょっと読み上げます。また難しい御所の門がありますからね、ちょっとしたかもと思うんですけどね、ご容赦よろしくお願いいたします。じゃあいきます。変読意訳の志ということですね。聖人御難事、日蓮召集の御所では1397ページにこのようにありますね。我ら現にはこの大難に遭うともですね、御所は仏になりなんと、例えば八戸のごとし、当時は痛いけれども、後の薬になれば痛くて、痛からずということですね。これはもう意味わかりますね。やいとっていうのは、熱くてね、痛いんだけれども、結局それで、いろいろな痛みだとか、病気が治れば痛くはないということでしょう、ということですね。仏法では、三災七難といって、災難が起きるゆえんがですね、経典の随所に説かれています。中でも薬師経に説かれている七難の第一に、忍従失益難。難しい言葉ですけどね。伝染病が流行ったりですね、多くの人が死ぬという意味なんですね。という難がありますが、ようやく、下火になりつつある、新型コロナウイルス感染症はですね、まさにこうした現象と言えましょう。こうした、災難が引き起きる原因について大聖人様は、忍能経に曰く、人仏教を破らば、また孔子なくですね、六子不安にして天人も助けず、失益悪鬼火に来たりて、侵害し、災下守備し、殿下重王し、死して地獄ガキ畜生にいらんと。これは立正暗黒論ですね。有名な。御所お持ちの方は249ページですね。書かれております。まあ、こういうふうに示されてですね、ショーホルフを、妨げる、仏法破壊の世情を憂いた仏法守護の諸天世伝人がですね、無念にも、大地を離れて天に昇ってでしまわれたと。これを神天上の訪問というんですね。もともとこの国土におられた諸天禅師がですね、方法が充満するのでもう呆れ返ってですね、天上に帰ってしまって、もう悪いことばっかり起こると、こういうことですね。悪鬼が蔓延する世の中となってしまい、それゆえに様々な難が引き起こることが説かれています。また仏法では変毒医薬、これはもう皆さんご存知ですね。毒を変じて薬となすという意味ですね。という法門があります。大聖人様はこれについて、龍樹菩薩の大論と申す論に、例えば大薬師のよく毒を持って薬となすが如しと申す釈こそ、ことの一時をここでさせ玉入り誓うかと思え、かと見え、候へと。毒と申すは苦渋の二体。生じの因果は毒の中の毒にて、候づかし、この毒を生じ即涅槃、煩悩即菩提となし候を、妙の極みとは申しけるなりと。老薬と申すのは毒の変じて薬となりけるを、良薬とは申し候けると。これは太田殿の女房御返事、御所の1472ページにございますとご指南されています。自ら、あるいは自らの周囲に
困難が起きたとき、どう受け止めるかについてはですね、ネガティブかポジティブかのいずれかに分かれます。これは、そうですね。肯定的に捉えるか、否定的に捉えるかということですね。ネガティブにですね、受け止める人は、きっとこう言うでしょうと、幸せになりたくて信心しているのに、どうしてこんな苦しいことが起きるのかと、信心をしていても意味がないと。それに対して、ポジティブな人はですね、苦難が起きるということは過去の罪障を耐えることのできる小さな罰で消していけると、未来に向けても大きな悪毒を積むチャンスだと。このように同じ出来事でもですね、受け止め方次第ではこんなにも境涯の違いが現れてきます。これ重要ですよね。目の前にこういうふうなことが来たと。よし、これは罪障を消滅する。変毒薬していこうと捉える人と、こんなに一生懸命信心してるのに、良いことが起こらないと。なんでだと。だから、同じね、ことでも人によって捉え方が違うというのが、これが心の問題ですね。心の生命の状態というわけでございますね。皆さんはどちらの境涯でしょうか。起きてしまったことは所詮過去の出来事であり、宿業によることが分かっていますから、これに打ち勝っていくかですね、乗り越えるしかないのです。どうにもならない過去に対していくら愚痴を並べたところで、未来に対しては何の肥やしにもなりませんと。これは私の好きなね、ソフトバンクグループの孫正義さんが昔こういうふうに言ってますよ。やで、給料が低い、やで、政治が悪い、やで、何々が悪いと愚痴を言っててもどうにもならないんだ。前に向かって頑張りましょうとね。そういう境涯なんですよ。やっぱりその正義さんはね、ポジティブな境涯ですね。ビジネスの社会においてもそうですね。松下幸之助さん、稲盛の京都セラミックとか、日本航空の CEO さんですね。前に向かって、どうやったらこのような便利なものができるんだろうかと。トヨタの社長さんにしてもそうですよね。みんなポジティブなんですよ。それと反対に、ああ、こんな不況になってしまった。給料も上がらねえや。みんな自民党政権が悪いんだ。なんて言ってたらですね。なことはあなたが言ってるだけでですね。あなたにとって何の関係も変化も起こらないということではないでしょうかね。私はそう思いますね。愚痴に時間を費やしている暇があったらですね、いち早く立て直していくことへの意識に、自らの考え方を転換させていくべきではないでしょうかと。このようにうちのね、ご住職はおっしゃっております。そこでその理とするためにもですね、次の因果の理法を示しています。これね、非常にね、重要なことをご住職がおっしゃってますんでね、よく聞いてくださいね。まず第1番目、これはグッドですね。全員善果、良い原因を作ったら良い結果が起こると。これは感謝するご法恩の心に満ちた信心強情な人の場合ですね、このようになるんですよ。過去において仏道修行を行うなど苦毒善行を尽くしてきた、良い振る舞いの因を積んできた会であって、現世安穏五章全章。これは現世安穏というのは、ね、今ね、守られますよ。安泰な境涯になりますよ。ということでね、五章全章って言ったら、亡くなった後はちゃんと成仏出しますよ。一生成仏できますよ。ということですね。の、経文のごとく、良き因が良き結果を招くということであります。はい、行きましょう。次。失礼。二番目。悪因悪化、悪い、原因を積んでしまうと、当たり前ですけれども、悪い結果に終わってしまうと。これは当然ですよね。最近面白い、中東の方にね、行って、YouTube として散々人の悪口、名誉を毀損してね、
本当にバカみたいなことを言って、結局それがバレちゃって、日本政府がですね、パスポートを取り上げるというふうなことになって、ああだこうだとね、言うと、今度は逆に泣いてね、77歳のおふくろが住んでいるところを家宅捜査されたって、これ因果応報だと思いませんか？で、涙流してね、みんな僕が悪いんですなんて言ってるけれども、いくら泣いて同情を集めようとしても、ああ、お前の過去のやってきたことを見たら、泣いて涙を出してるのも演技だろうと、このように捉えて、誰もこの人をね、信用するようなことはなくなっちゃうわけですね。さて、三つ目ですね。全員前科。ここら辺からね、せっかく日蓮召集、そしてちゃんとしたご本尊様をいただいて、家父していただいてですね、一生懸命、功徳善根を積んでもですね、悪い結果になってしまうと。これは何でしょうかね。たまにおられますよね。ここで愚痴をこぼすわけですよ。ね、どこのご本尊も、創価学会のご本尊も、日蓮召集のご本尊もみんな同じだーって、たまにいますね。面白い人います、世の中っていうのは。全員前科っていうのは、過去にですね、因ですね、原因を積む、要するに福を積んでも、悪い結果に終わってしまう人がいるんですよね。これは何でかというと、慢心を持つ不信心な人。こういう人がね、ちゃんとした日蓮召集の信心をしている人でもいるわけですね。先の1と2は、間に縁を挟まないケースですね。これは、過去に善根を積んでいながら、途中悪縁によって過去の善根を消してしまいですね、結果的に退転を、招き、悪化となってしまうことですね。心の弱さによる気の迷いがもたらすもので、せっかくの善因が報われないと。退転者ね、結局こういう人は退転してしまうということではないでしょうか。さて、4つ目ですね。これはいいことなんですよ。その今言ったことと逆ですよね。悪因善果っていうんですね。過去に悪い原因を積んだんだけれども、結果的に、良いことが起こってくると。悪いことが起こったら、バチ出て、現象出て悪くなるんじゃないかと、一般的に思うんですけれども、大聖人様はそうじゃないとおっしゃってるわけですね。信心剛情で前向きな人のことを悪因善果というわけですね。これは三とは逆に、根性の仏縁によって救われることですね。過去に、悪因を積んだ者は必ず罰を受けるのが本来の因果です。ところが仏縁、まあ良い縁ですね、を受けて発心し、根性の仏道修行によって過去の罪障を消滅することができると。その結果、三悪道、より、苦しみより免れてですね、安穏の果報を得ることができると。これはみんな日蓮召集の信徒はそうですね。僕なんかでもね、過去世に悪いことをして、現世でも悪いことをしては、若い時はめちゃくちゃの生活をしたんですけど、結果的にね、今非常に心が安定してるんですよ。これはね、私自慢してるんじゃなくて、ちゃんとした信心してる人はみんなそうですね。これが4つ目、悪因を積んだんだけれども、一生懸命信心して、毒を消してですね、今はいろいろな悩み、病気、心の状態が良くなる、素晴らしい状態ということです。この中では4のように強く前向きな信心こそ大切ではないでしょうか。この度の忍受出益難は、大聖人仰せのごとく、消防非暴による総罰と心得てですね、いよいよ信心剛情に南無法蓮華経と唱えてですね、折伏を決意してまいりましょうと。彼岸の季節は、平時よりも功徳が莫大と言われております。呵責、兼呵責保母省かな、湿れる木より火を出し、
乾ける土より水を設けんがごとく強情に申すなりと。から五章のね、718ページの一番最後にね、こういうふうに書かれています。と、強い一年で正代を重ねですね、持って沈みを乗り越えるだけではなくですね、記念総登山への積極的な参加はもとより、今年度の釈伏誓願達成を果たしですね、躍動の一年と申してまいりましょうと。まあ今これ録音してる昨日ですね、私みんな、ご信徒さん、あれは88名だったのかな。で、まあ新幹線で行った人、自分の自家用車で行った人、それから妙林寺が、手配した大型バスで行った人、まあいろいろいらおられるんですけどね、本山で88名集まってですね、そして、800年の慶祝御開碑を受けたんですけども、その前にですね、宝物殿というところはね、宝安堂のちょっと、右側の方にあるんですけれども、ここで1時間ぐらい見学させていただいたんですが、いつもの常設のものと違ってですね、この慶祝800年総登山の特別展示会やっていてですね、日蓮召集の大石寺にある宝物がね、まあいっぱい出ておりましたね。まあもちろんレプリカもありますけどね、大切なものですから。神筆のご本尊御所ですね、あとその日蓮召集の800年間のね、歴史、日蓮大聖人様のご誕生からですね、亡くなりになるまで、そしてその後の日光聖人、日目聖人、日道聖人と、そして、現在の第68世日曜聖人芸家に至るですね、いろいろな歴史をね、これ見させて、じっくり1時間見させていただきましたですが、まあまあ、僕がね、何十年新人していた創価学会のね、なんか西洋株でしたね。私、創価大学も一回行きましたけどね、ガリレーとか、なんですかね、シェイクスピアの像とかね、もう薄っぺらいね、創価学会と違い、厳粛で、歴史があるんだなぁ、というのをね、改めてですよ、改めて、この目ですね、確認させていただいたんですよね。素晴らしいことですね。日蓮召集法華会の皆様、皆さん頑張りましょう。私も頑張ります。またこれをお聞きのですね、南無法蓮華経をやっておる創価学会、検証会、まあ昇進会、日蓮宗、まあ何でもいいんですけれども、あなたたちのやっておるのは、南無法蓮華経だけ盗んでね、やっているのは宗教ビジネスで大体ね。創価学会もそうです。統一教会と同じですよ、やってるのは。統一教会はね、壺を、何ですか、1000万とかで売ってですね、大問題になって、1億円取られたとか言ってますけどね、創価学会の場合は、ちょこちょことね、金儲けしてるんですよ。政教新聞3部取っていきましょうね、とかね。今度池田先生が書かれた本が発売されました。各地区に5冊割り当てられております、買ってくださいとかねあと今統一地方選挙ですね、公明党を応援いたしましょう、えいえいおーつってね、やってるわけなんですけども、これ宗教と関係あります？何の関係もないですよね。利用されてるんですよ。これで当選したら、当選者の議員さんはですね、いい給料もらうんですよ。で、一生懸命エフトリ活動したあなたは、何にもなし、相変わらず安給料でですね、働いて、世間の愚痴を飛ばして、楽しい時は、創価学会の座談会に出席してですね、仲良しクラブで雑談したり、お茶飲んだり、まんじゅう食ったりしてるだけなんですよ。こういうのはね、新人じゃないんですよ。俗世間ということです。俗世間の付き合いですよ。まあ、会社が終わったらね、
みんなと一緒に一杯飲みに行こうよって居酒屋に行ったりね、あるいはランチタイムに、ファミリーレストランで、うまいハンバーグを食おうと、それと同じことなんですよ。こういうのは一切真実じゃありません。だから宗教ビジネスだと僕は言ってるわけですね。で、こういうことに一般世間の人が、統一教会の問題で分かってきてますよね。今、創価学会の執行部も沈黙してますね。この統一教会のことは、創価学会としてどう思うかと。それ言えないんですよ。なんで言えないかというと、創価学会も同じことやってるわけですよね。彼らはね、1億円の金を一発で巻き上げたりしたから、大問題になってね、また、いろいろな事件、家族離散とかをバーッと起こってるんですけども、創価学会のお前はちょこちょこ、ちょこちょこ、ちょこちょこ、あなた音楽好きなの？コーラスグループに入りましょうよ、とかね、ブラスバンドもありますよ、とかね、鼓笛隊もありますよ、とかね、新人と何の関係もないわけですよ。もちろん日蓮召集にもこういうその音楽グループ、鼓笛隊グループありますけど、これはメインイベントの時に出てくるというので、ね、本部幹部会でとかで、ね、そんなこと何箱根駅伝で、なんか創価大学が何番目に入った、なんでね、こんなの新人でも何でもないんですよ。スポーツを否定するわけではありませんよ。そういうことを政教新聞とかね、で宣伝してるでしょ。で、これが宗教ビジネスなんですよね。というのは、創価学会の執行部というのはですね、皆様方を洗脳、マインドコントロールして、このような素晴らしい団体にあなたは入ってるんですよ。プライドを持ちましょう。で、選挙も公明党を応援しましょう。本部職員の私たちにご飯を食べさせてください。あなたたちはただ働きで、僕たちに奉仕するんですよ。つってやってるわけですね。これをよくお分かりになることですね。仲良しクラブは宗教ではありません。正しいね、信心、唯十一人、血脈、創上に基づいた日蓮召集の信心に戻られることを切にお祈りいたします。まあ、ということで、使命はなんか創価学会の端折りを待ってしまいましたですが、本来、この法案は日蓮召集法華合院のための法案でございますので、ご紹介いたしました。なんかね、学会の人とかで疑問ある方は、私、大阪住吉区に、おります。まあ、関西の方でしたらね、直接お話もできますでしょうし、また関東方面の方にもね、栃木県、それから東京都にも、信心合上の方がね、おられますんで、うちの お寺のご信徒さんでございます。関東の方も、何かあればご紹介させていただきますので、遠慮なくですね、電話ください。まあ言っておりますけれども、私の携帯番号は 090-9626-7585 です。あとお電話ね、かけてくださるのは結構なんですけれども、自分はどこの町に住んでいて、名前はどこそ、誰ということをですね、実名で、ちゃんと回答して、それからですね、黒川さんにお聞きしたいことがありますというふうにね、話をお勧めしていただけるよう、切にお願い申し上げます。それでは皆さんまたお会いいたしましょう。さようなら。